自家製クネップフレ市販の細いシュペッツレシュペッツレ。発音は柔らかい卵麺の一種であり、ドイツ、オーストリア、アルザス、南ティロル料理で使われる。スパツェルはシュバーベン語でスズメを意味するシュパッツの縮小型で、スイスではシュペッツリ、またはクノップフリ、クネプフレ、ハンガリー語でのケドリ、またはガルシュカ、ポーランド語ではザツエルカという。 シュペッツレの発祥地域は不祥であり、様々な地域がこの麺の発祥地を主張している。スパツェルを記載した1725年の文献が発見されているが、中世の挿絵を見ると、もっと古い時代にこの麺が存在した。現在欧州では、シュペッツレは、シュバーベンの名物料理として広く知られ、ドイツ地方行政区分のバーデンビュルテンベルク州と、 バイエルン州に一般に関連付けられている。ドイツの最大手生産者は、ハーバン社で年間約1万3000トンを生産する。ドイツでのシュペッツレの年間生産量は、約4万トンであるが、家庭やレストランで作るシュペッツレはこの数字に、含まれない。既製品のシュペッツレは、ネスレの部門であるマギーなどの企業により、世界的に普及している。スパツェルの言語的な起源は、 議論されているスパツェルの意味は小さなスズメである。この面を作る器具が発明される以前は手やスプーンで生地をちぎって作っていたため出来上がりの形がドイツ語でハウスシュパッツまたはシュパーリングと呼ばれるスズメの小さなもの、すなわちシュパッツェンに似ていた。別名のクネップフレは小さなボタンの意味でシュペッツレの小ささに由来した名称である。 ホッパー型のシュペッツレ調理器具シュペッツレプレス機、ポテトライサーに似たシュペッツレプレスを使っての経済シュペッツレの調理ストレーナー型のシュペッツレ調理器具。ヘラやスプーンを使って穴から生地を押し出す。シュペッツレの生地は基本的に鶏卵、小麦粉、塩といった材料で作り、生地を緩くするために水を加えることも多い。 伝統的に、シュペッツレは、シュペッツレブレットと呼ばれる木製のまな板の上に、広げた生地を沸騰した塩湯に削り入れ、浮かんでくるまで茹で、茹で上がりをすくい取って作る。この調理法は、手間がかかるため、調理を容易にするための様々な調理器具が作られた。ストレーナーに似た器具、シュペッツレプレッセと呼ばれるポテトライサーに似た器具、裏ごしき、 大きな穴の開いたおろし器に似た器具のシュペッツレホーベルがある。豚レバーのミンチの入ったレバーシュペッツレ、ほうれん草入りのシュピナートシュパッツェルン、細かくおろしたチーズ入りのケーゼシュペッツレといった特産料理がある。商業生産され販売している麺のシュペッツレは自家製シュペッツレとの類似点がほとんどない。大体形が揃っており、より硬い食感である。多くは、 乾麺のシュペッツレであり、普通の卵麺と同様に茹でて調理する。後に、スーパーマーケットの冷蔵食品として、調理済みシュペッツレが販売されるようになった。自家製の細いシュペッツレと、レンズ豆とソーセージチーズと玉ねぎを添えた、ケーゼシュペッツレシュピナートシュパッツェルンシュペッツレは通常、スビーベルロストブラーテン、ザウアーブラーテン、ルーラーデンのような、ソースやグレービーをたっぷり使った。 肉料理に添えられる。ハンガリーのシュペッツレはスープの浮き身にすることが多い。シュペッツレは次のような料理の主な食材としても使われる。ありがとうございます。